それでは、お試合いただき、代表演説会で代表させていただきます。まずは、候補者本人、この選挙戦、皆様の熱いお答えで戦い抜いてまいりました。改めて、皆様にその熱意と、そしてこの国を変える情熱をお伝えができればと思います。立憲民主党公認、落合孝行でございます。よろしくお願い申し上げます。皆様、こんにちは。今日は雨になってしまいました。この雨の中、誠にありがとうございます。今日はここだと顔が見えない方もいらっしゃいますが、ちょっと想像して聞いていただければと思います。この後枝野幸男、立憲民主党の代表も、もうあと5分か10分でここに到着をする予定でございます。おかげさまで立憲民主党を立ち上げてまだ2週間ぐらいです。私も立ち上げに参画をさせていただきました。この2週間しかなかったのに、ここまで皆様に応援していただいている。安倍さんが暴走する中で、その最高権力者とも自分でも言っている安倍総理の暴走を止めていく、我々国民の手で安倍総理をしっかりと間違いを正していく、そのための勢力が必要です。皆さんに育てられてここまで立憲民主党をやってこれました。本当にありがとうございます。しかし皆さん、全国的には自民党が今と同じくらい300議席ぐらい落ちちゃう、そういう予断調査も出ています。500人近く衆議院議員がいる、今までも300議席ぐらい自民党が占めてきました。6割以上自民党の議員がいた。しかし皆さん、この1年間安倍さんがいろいろな間違いを犯してきた中で、300人もいる自民党の議員は何やってたんでしょうか。数人ですけど、安倍総理にしっかり意見言ったのは、与党の議員が総理大臣の言いなりになるんだ、誰だってできるんですよ。国会議員1人当たり経費が1億円以上かかっている、300億円以上使って今までの自民党議員をそのまま国会議員として国会に戻す必要があるんでしょうか。皆さん、権力者が何と言えども、総理大臣が間違えたときは同じ与党の仲間としてしっかり意見言う人が必要じゃないですか。自民党ができないなら野党がやるしかないんです。どうか皆さん、今この国に必要なのは権力におもねない野党なんです。総理大臣におもねない野党なんです。その通り。どうか皆さん、この国のためにも我々のお力をお貸しください。私の知恵かけ抜きのお力をお貸しください。今総理が暴走している中で問われているのは日本の民主主義です。総選挙でも今のやりたい放題の総理大臣を信任するようになったら、我々国民の投票で今の総理を信任するようなことがあったら、我々国民の責任ですよ。
品は自分たちの責任で暴走している総理を止めなきゃいけないんです。そうだそうだ。それが民主主義の仕組みなんです。そして先ほど言った300人の与党の議員が全然仕事をしないなら、我々国民の責任で彼らを辞めさせなきゃいけないんです。その通り。同じ人を選んだら我々の責任なんですよ。我々はわざわざ自分たちの住むこの国、自分たちが愛するこの国をダメにする必要はありません。我々の手でよくしようではありませんか。その権利は我々国民一人一人が持っているんです。福沢諭吉が江戸時代の終わり頃に民主主義って何なんだろう、アメリカに行きました。アメリカ人に初代大統領のワシントンの子孫って今何やってんですかって福沢諭吉は聞いたんです。そしたらアメリカ人誰も知らなかった。江戸時代徳川家康の子孫がずっと将軍やってきたのに、その時代でアメリカ行ってワシントンの子孫のこと聞いたら誰も知らなかったんです。これが民主主義なんだ。福沢諭吉が体験したことです。彼が学問の進めや西洋事情を書いてこの日本に民主主義を広めました。選挙制度を広めました。今よく見てください。安倍総理、総理大臣の和田さんです。ポスト安倍と言われている人たち、岸田さん、河野太郎さん、野田聖子さん、石破さん、みんな政治家の孫か子供ですよ。それしかいないんですか、人材が。残念ながら政治家の子供ばかりがいつの間にか選ばれてきた。これが残念ながら今の日本の民主主義なんです。だから皆さん、我々は我々の手でもっともっとこの国の民主主義を発展させなきゃいけないんです。前回の衆議院選挙、私落合貴之は比例復活でギリギリ当選させてもらいました。この世田谷区で世田谷区立の公立の小中学校を卒業した人間が国会議員になったのは私が初めてだったんです。世田谷区内の個人商店の息子が国会議員になったのも私が初めてだったんです。明治維新からもう150年経ってんです。この国で選挙が始まったのは1889年、選挙が始まってからももう130年近く経ってんです。それなのに普通の家の人間が平成26年まで選ばれたことなかったんですよ。この民度が高いと言われている世田谷でも。だから皆さん、生まれながらに政治家の人たちが選ばれているから、そういう人たちばかりが国会議員だから我々国民の声は届かないんです。だって皆さん、今の政治家の人たちは我々国民と同じ生活したことないんですよ。だから頑張っても経験したことないから想像できないんです。だから皆さん、いろいろな家の人たちが国民の代表として国会に行かなかったらこの国の政治は良くならないんです。残念ながらこの選挙区も福田赳夫総理大臣の孫が長く国会
たら、この国の民主主義をもっともっと良くしたいんです。だから皆さん、この世界でしっかりと世襲政治を打ち破ろうじゃありませんか。そして皆さんの手でこの国の民主主義を正させてください。国民の声が届く、そういう国会にしようじゃないんですか、皆さん。どうか皆さん、私落合貴之、そして今枝野代表が到着しました。枝野代表先頭に全国で私の仲間が戦っています。どうか皆さん、この日本の民主主義を守っていくためにも我々にお力をお貸しください。この国を良くしましょう。この選挙、この国を良くするために、この選挙をいい選挙にしましょう。どうか皆さん、お願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。お試合が大急に皆様にお伝えをさせていただきました。そしてこの厳しい厳しい選挙戦、何度も何度も足を運んでいただいている枝野幸男代表、今一度駆けつけてくださいました。大きな拍手をお迎えいただければと思います。ありがとうございます。それでは皆様に今一度立憲民主党の枝野幸男代表の思いをお届けできればと思います。よろしくお願い申し上げます。サミットに関わらずたくさんの皆さんにお集まりいただいたり、足を止めていただいて本当にありがとうございます。立憲民主党代表の枝野幸男でございます。よろしくお願いいたします。このままでは投票する先がない、受け皿がない、多くの皆さんに背中を押していただき、立憲民主党を立ち上げました。短い時間でこんなにたくさんの皆さんとご理解をいただき、ご支援をいただけるとは正直思っておりませんでした。皆さんから大きなご期待をいただいて、大変重たい責任を感じています。この国の民主主義を、そしてこの国の社会をしっかりと守っていくために、何としてもご選挙を皆さんのさらなる大きなお力、一緒に戦っていただいて、民主主義をもう一歩前へと進めさせていただきたい、そうお願いを申し上げます。政治が国民の暮らしから離れてしまう、上から目線で国民の暮らしが見えなくなっている、それがこの韓国日本の政治の状況だったのではないか思っています。私もその中にいましたから、責任の一端を感じています。でも今回皆さんから背中を押していただき、もう一度この国の民主主義の原点に立ち返らなければいけない、政治の原点に立ち返らなければいけない、そんな思いで立憲民主党を立ち上げさせていただきました。上からの政策で強いものはより強くなる、でもその一方で格差が拡大をして、例えば貧困の問題が、例えば過労死の問題が、社会のさまざまに歪が生じています。そうすると地方の格差が開いて、この国の未来というものに不安が生じています。少子高齢化が進む中で、老後の不安や子育ての不安、なかなか解決に向かいません。強いものをより強くするのではなくて、困った時に寄り添う政治を、お互い様に支え合う、その仕組みを政治がしっかりと作り上げて支えていく、暮らしを下から支えて押し上げる、そうした方向での政策に大きく転換をしていかなければ、私たちの社会の明日を切り開いていくことができない、それが立憲民主党の一つの
社会のベースかもしれない。でも競争の前に公平公正なルールがなければならない。そのルールにがしっかりと守られなければならない。例えば働き方のルールはどうでしょうか。非正規で働く人が4割で起きています。そのうち少なくとも半分は本当は正社員になりたいのに、正社員になれないためにやむなく非正規で働いています。当事者の皆さんの問題だけではありません。働くということは自分や家族の日々の暮らしを支えるために、収入を得るために働く。暮らしは日々途切れることなく連続しています。いつ首にあるかわからないような不安定な働き方では暮らしを支えていくことができません。そんな人が働く人の少なくとも5人に1人がいる。これで少子化に歯止めがかかりますから、希望しても家族を持ち子供を見育て、そうした夢を持つことができないような働き方の人が5人に1人もいるという、そんな社会でこの人口が減っていく日本、誰が支えていくのか、そのことを考えたら当事者の問題ではない、社会全体だけだとして、希望すれば働くということは正社員として働くことが20年30年前にはこれが当たり前だったんです。そんな真っ当な社会を取り戻せるはずませんか。なるほど、その時間どうぞ。サービス残業というおかしな日本語があります。残業をしたら残業代を払う、これは法律で決められているルールです。残業をしたのに残業代が払われないというのは違法行為なんです。でもその違法行為がサービス残業という言葉で置き換えられてばかり通ってしまう。ルールを守らせる責任は誰にあるのか。まさに政治の責任じゃないですか。ルールを守らせることができないから可能性というようなものを生んでしまっているんじゃないか。ところが今は解散をせずに国会をやってたら、残業代ゼロ法というのをこの国会で審議をしようとしていたんです。選挙に勝ったらまた出てきます。残業代を払うというルールがあっても守られていないのに、残業しても払わなくてもいいというルールなんか導入したら、ますますおかしなことが分かり通る、そんな社会になってしまうんじゃないですか。ますます過労自殺、ブラック企業、分かり通る社会になってしまうんじゃないですか。まっとうな働き方を取り戻そうじゃありませんか。政治が自己責任という言葉を煽っています。確かに人生自己責任で決めて動かなければならないことがたくさんあります。私も自己責任で立憲民主党を立ち上げました。落合さんも自己責任で立憲民主党に加わってくださいました。でも人生を通じて自己責任だけで通用する人が世の中にいるでしょうか。どんな人でも自分の力だけではどうにもならないことがある、どうにもならない時がある、その時のためにあるのが政治なんじゃないでしょうか。政治の側が自己責任を煽るというのは政治の責任本気以外の何者でもないと私は思いますが、いかがでしょうか。おはこの自分の力だけではどうにもならないよ。例えば高齢化の中で介護が必要な人たちがたくさんいます。自分や家族だけではどうにもならない、だから介護のサービスを充実させなければいけない。今の日本の社会では夫婦2人で子育てをしっかりしながら仕事をして収入を得て、なかなか困難な社会になっている。だから子供を育てるにあたって保育所などの子育ての支援が必要な、こうした困った時に必要な寄り添わなければならないところのサービスが不足をしています。なぜですか。介護職員の皆さんも保育士さんも命に関わることです。一般の方が重要度にもかかわらず賃金が安く抑えられている。保育士さんの資格を持っている人たちはたくさんいます。でも他の仕事をした方が収入が高い、責任を持って重労働で、なかなか例えば一度自分の子育てのために仕事を離れた、そうした保育士なんかそこは復帰してくれません。おかしいんです。日本は資本主義経済の社会です。需要はあるのに、欲しいという人がたくさんいるのに
売っているものが少なければ値段は上がらないとおかしいです。労働市場も一緒です。人手不足がありなかなか人が集まってくれないならば賃金は上がっていかなければおかしいです。だから介護職員や保育士さんの賃金が上がらないのは真っ当な社会ではありません。そうだ。それでも会社あるいは看護師さんなどの家を捨てない公のサービスは政治がそこにどれくらいのお金を出すのか、それによって使えるお金の金額が抑えられてしまう。だから、ストレスだから、もっと給料を払ってももっと集まってほしい、思っていても払えない。そこに、限られた財源ですから、一気に上げるのがなかなか難しいのは分かってます。でも皆さん、優先順位の方が高いんですから。災害の復旧や、あるいは災害に備える、老朽化した公共施設を補修する、こうした公共事業は進まなければいけません。でも確かに、新しい道路や新しい建物ができれば、便利になるでしょう。ないようになった方がいいでしょう。全部無駄だというつもりはありません。でも、今この少子高齢社会で、困っている高齢者がいる、困っている子供世代がいる、真っ暗じゃないですか。どちらが優先順位が高いですか。私は介護や子育ての方が優先順位が高いと思いますが、こういう真っ当な政治を取り戻したいです。皆さん政治が暮らしの足元に目がいかなくなっている、それは政治の姿勢そのものにある。だから真っ当な民主主義を取り戻したい、私たちは思っています。立憲民主党という名前を付けます。立憲という名前、漢字の憲という字が難しい、そしてうるさい、そういう意見もありますが、でも立憲主義というのは近代社会当たり前のマリネスト大前提です。どんな権力も好き勝手にやってはいけないんですよ。どんな権力もルールに基づいてその権力を使いなさい、そのルールを憲法で呼んでいるんです。だから強い権力を持っているほど、人ほど憲法を大事にしなきゃいけないんです。自分たちで決めた憲法の解釈、集団的自衛権は憲法違反だ、誰が決めたんではありません。歴代自民党政権が決めて積み重ねてきたルールです。それを勝手に変えて安保法制、集団的自衛権を可能にしてしまったんです。縛られる側が自分を縛っているルールを勝手に変える、これじゃ縛っていることにならないじゃないですか。立憲主義は破壊じゃないですか。この選挙でも北朝鮮の脅威は煽っているわけです。確かに北朝鮮に対しては厳しく対応しなきゃいけません。万が一に備えなければなりません。でも万が一北朝鮮が日本を攻めることがあったら、日本の領土や領海を守るのはそれまでの憲法で認められている個別的自衛権なんです。安倍さんが確認された集団的自衛権というのは、日本の領土や領海が攻められてもいないのに戦争をやるということです。北朝鮮の脅威は少数では関係ありません。そして民主主義、民主主義が多数決とイコールだと勘違いをしている。だから国民の声、暮らしの足元に目や耳が向かないんじゃないかと私は。民主主義とはまさに世の中の民が主役の政治です。国民みんなで決める政治が民主主義です。1億2000万超える国民の意見が全部一致することはない。だからやむなく最後は多数決で決めるんですが、多数決で多数が判断したら何をやってもいいという政治が民主主義なのではありません。皆さんだと、これから、あるいはもうすでに引き継がれているように、落合に高い人を書いていただいたり、立憲民主党を書いていただいたり、じゃあその時皆さん、当選した落合さんは何をやってもいいですよという、皆さん、白紙人で投票するんですか。違う、違うでしょ。自民党に投票してる人だって自民党の政策が、自民党の候補者が全部 100% いいと思って投票してる人だってほとんどいないじゃないですか。限られた候補者、限られた政
一番近い人を選んでいくだけであって、何でも好きなようにやっていいよと思って投票していくなんて私はほとんどいないと思うんですが、皆さんどうでしょうか。だから覚悟を持ってるからといって好き勝手やっていいわけじゃないですよ。国民の声に耳を傾けて、意見がいろいろ食い違うときは説明して説得して納得してもらう努力をして、できるだけ幅広い国民の皆さんに理解を得るよう努力をする、それが民主主義の大前提じゃないですか。それが欠けているなら国民の政治家は違うな、国民の政治家までしてるんじゃありません、政治家国民までしてるんです。私もこのあなた通り24年いました。だからまだまだ至らない点がたくさんある、まだまだその空気に燃えられる部分があるかもしれない。でも今回新しい部分皆さんに背中を押していただいて立ち上げてあって、改めて政治の国民たるを変えなければこの国はダメだ、改めて決意をして新しい部分を立ち上げさせていただきました。皆さんと共に歩んでいく政党になりたい、国民の声に耳を傾ける本当の民主主義を取り戻したい、そんな思いで立憲民主党を立ち上げました。こちらの会議さんも本当にいろんな複雑な経緯を思う中で勇気を持ってこの立憲民主党に加わってくれました。仕事をできる仲間です。力のある仲間です。今大変な決戦を展開をいたしています。立憲民主党は78日が短い時間でしたので、この選挙公認候補を立てることができませんでしたから、1回では政権は取れません。でも国会の中に存在することで影響を与える、その力を皆さん与えていただきたいと思うんです。そして今の国民から離れてしまっている政治、国民の暮らしの足元に目がいかない政治に歯止めをかけるためには、小選挙区で一つでもひっくり返していかなければいけないです。皆さん、こちらの人は今皆さんともうあと一押し二押しがあれば小選挙区でひっくり返せる、そういう戦いを進めています。だから私こちらの方の応援からもう3番です。78人の仲間のうち1両に出ていない仲間がいるんです。でも参考にください。ぜひ皆さんの力を貸してくださいではないですね。民主主義の主役は、政治の主役は皆さんです。皆さんの主権者としての主役としての力が政治の主役なんです。お知り合い高い我々共立憲民主党も皆さんの支えによってその戦闘を果たせていただくだけです。だから、お付き合い高い人に力を貸してくださいではありません。お付き合い高い人一緒に皆さん戦いませんか、一緒に戦いませんか。日本の民主主義を真っ当なものにするために、日本の社会を真っ当なものにするために、お付き合い高い人と一緒に皆さん戦ってくださいか。一人でも多くの方に声をかけてください。いつかできることは一人でいきます。まだ期日まで行ってないから、期日まで簡単に行きます。周りの人に同業者で待つ必要ないです。